三崎馬日本在来馬は、日本の在来馬、すなわち、洋酒馬等の外来の馬種とほとんど交雑することなく、残ってきた日本固有の馬、及び、その馬種の総称である。略して単に在来馬ということも多く、また、和酒馬、在来馬種とも呼ばれる。また、その馬種を、日本在来種、日本在来馬種、その馬を、日本在来種馬ということもある。 現存のものは8品種に分かれるが、その多くは個体数が大変少なく、絶滅が危ぶまれている。また、南部場、三河場等、中、大型日本在来場バの多くは近代化の過程で、絶滅した在来家畜の一つである。北海道和種日本在来場バの現況は、モンゴル高原であるとされる。現存する東アジア在来バについて、血液タンパクを指標とする遺伝学的解析を、 行った野沢県によれば、日本在来場の起源は、古墳時代に家畜場として、モンゴルから朝鮮半島を経由して、九州に導入された、大高130センチメートルほどの猛古競馬にあると、いう。また、古墳時代には、馬骨や馬橋、バグが、高古遺跡から出土しており、日本在来場の存在が確認される。古墳時代では、小型馬が主流であり、 一部中型馬が存在し、奈良時代になると平城系を中心に中型馬が増加するが、小型馬も地方を中心に依然として残る分布状況であったと見られる。大和王権側は、エゾが飼育した馬を購入していたが、どのような品種かは記録が残っていない。日本初期、金明天皇15年、くダラが朝廷と会談して、援軍1000人、馬100匹、 船40隻派遣の約束をした記事があり、6世紀中頃にも、ナルト馬を軍事的に海外へ輸出する状況もあった。16世紀の琉球王国の場合、商人が中国に対して、琉球産の馬や貝を出しており、自国の馬が特産品であるとの自覚がこの頃には、形成されていたことがわかる。これは、本土が馬を軍事品、武備と認知していたのとは、対照的と言える。 一方、北海道では、まさきを訪れた、宣教師の記録により17世紀初頭には、和人地で、馬が用いられていたことがわかる。ただし、江戸地に、馬がト来した時期は遅く、18世紀末頃と、考えられている。この時期、多くの大見商人が、東江戸地に入ってきたため、アイヌ語の、うんまは、関西系のアクセントの影響があると言語学者の中川博士に指摘されている。 明治以降、特に日清、日露戦争の後に、日本の馬筆改良は、国策としての軍馬増強に主眼が置かれ、馬格の大きい洋馬との交配による大型化が行われた。まず明治34年の馬筆虚勢法によって、種母母及び将来の種母馬候補以外の母母はべて、虚勢することが定められ、ついで日露戦争後の内閣馬政局の設置、さらには昭和14年の 種馬統制法によって、これが、さらに強化徹底された。この大規模な改良の結果、多くの地方では短期間のうちに、純粋な在来場が消滅するに至った。しかしその傍ら、離島や岬の先端など、主として交通が不便な一部地域には、外国産場の地がほとんど入らず、かつての姿をよくとどめる馬群が、細々とではあるが残された。 そのような馬群ハッシュを日本馬事協会が日本在来馬として認定し、現在まで保護に当たっている。これらの他にも農厚馬が使われている地域は存在するが、いずれもある程度用種馬と混雑しており、純血種に近いものはこのハッシュのみであると考えられる。八つの馬種は品種であり、遺伝子的には地域個体群程度の差しかないが、それぞれに特徴があり、体型が異なる。 頭数は2011年及び1990年、現在の使用頭数、各保存団体報告値を日本馬事協会が取りまとめ、このほか、純血種が絶滅してしまっている中、大型在来場として南部馬、三春駒、三河馬、野戸馬、土砂馬、日向馬、薩摩馬、貝駒、牛馬などがある。また、神田地めは南部馬と外来馬の後輩種とされる。 九コバ与那国馬日本在来馬は前述のようにすべて小型馬、中型馬であり、ポニーに分類され、これはモンゴルのほか中国や朝鮮半島でも最も一般的であったモーコバ系に属する、競馬等で親しまれているサラブレッドなどの近代系種馬と比べた場合の特徴として全体としてずんぐりした体型具体的にはやや大きめの頭部、ふと短くて、 線形の首つき、丸々とした胴回り、体格の割に、長めの背、太くて短めのし、豊かな縦髪や尾毛などが挙げられる。顔面や獅子の白尾はなく、特に基礎馬などでは背中にうなぎ線を持つものが多い。ただし、角馬種ごとにも体型には違いが見られる。多くの毛色と体型が残っているのは、飼育頭数が多い土産馬である。在来馬においては、 毛色のバリエーションが限られているのは、江戸時代以降、飼育頭数が減った、ボトルネックの影響と思われる。絵巻物などからは、かつての日本の馬には、様々な毛色の馬が存在していたことがわかる。日本在来馬は、体質強権で、よく抗いに耐える。消化器官が発達しており、そのため、野草のみでも育成できると言われる。体は丈夫で、 寒冷地でも年間放牧が可能であるとされる。平均的に骨やひづめが硬く、骨折などの事故はあまり起きない。このひづめが硬いという在来場の特徴から、日本では雪国で馬にはせる荒靴を除いて、低鉄が発達しなかった。さらに、特徴的な歩み様として、日本在来場は、側イ夫、すなわち、前後の死を片側ずつ、左右交互に動かす変速速歩で歩く。 この歩み様は上下道が少ないため打災に適し、特に険しい山道での運搬には向いている。体格の割に力強く、特に後ろ足が発達していることもあり、日本在来場は、傾斜地の歩行をあまりふとしない。また、比較的温和な性格のため、髪を噛ませる必要もなく、容易に扱うことができたとされる。このことが原因の一つとなって、日本では明治に至るまで、 巨星術が定着しなかった。一方、平坦地のスピードにおいては、日本在来場は、スピード競争のために、品種改良が重ねられたサラブレッドに遠く及ばない。全場種の中で最も高速で走るサラブレッドが、平坦地で、時速 60km 以上のスピードで走れるのに、対して、基礎場は、時速 40km 程度である。現存の日本在来場の中には、 基礎馬のように、純血種としては一度絶滅したものを、戻し後輩によって復活させたものもある。八品種がそれぞれ文化財として、指定を受け、日本馬事協会及び各地保存会によって、頭数の維持、増加が図られているが、総数としては、1996年から減少の一頭をたどっている。2002年現在、八品種で2400頭ほどだが、その過半は、 北海道は種に占められており、他の7品種は合わせても600頭ほどにしかならない。貴重な純血種として、在来場をただ保存するだけではなく、積極的な活用策の構築が望まれる。現在、三崎馬が国の天然記念物に指定されているほか、木曽馬が長野県の天然記念物、野間馬が今治市の天然記念物、トカラ馬が鹿児島県の天然記念物、 宮古馬が沖縄県の天然記念物、与那国馬が与那国町の天然記念物にそれぞれ指定されている。全近代において、庶民や下級武士はあぶみをつけての乗馬は許されなかったが、飼育や初期調教は百姓身分が担当した。職人歌合わせにも乗る、曝露、つまり馬の仲買人形が続いたためである。そのため、農民の子でも飼育法を覚えた。 江戸期では農家の5県に1頭の割合で馬を飼っていたとされる。なお、江戸期における人口の7割は農民とされる。幕末時の人口は3000万人ほどとされることから、実に2100万人が農民である。西洋馬の導入が本格化する以前の幕末を和種場数のピークと仮定し、仮に1県平均を10人と想定しても2100万人にいる農家に対し、 42万頭前後が飼育されていたことになる。さらに、野生馬や軍事馬、奉納神名、駅馬などを含めて想定した場合、それを上回ると想定される、軍機物語である、東ずでは、以下のように区別している。ありがとうございます。